はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいっこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ対象店舗でポイントカード提示決済で、ポイントは10倍対象地域限定で、楽天ペイが最大10%還元もということで、今回は楽天ペイのキャンペーンについての情報ですね。ちょっと久しぶりの動画になるんで、少し緊張してるんですけども、今回は楽天ペイのキャンペーンを大きく2つに分けてお伝えしていこうと思います。それでは 行ってみましょう。ということで、まず一つ目のキャンペーンはこちらですね。対象店舗にて楽天ポイントカードを提示の上、楽天ペイアプリで支払いをすると、楽天ポイントカードのご利用分のポイントが10倍もらえますよというキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、エントリーが必須となってますんで、先にエントリーを行ってください。で、キャンペーンの期間なんですけども、2020年の11月の27日から、2020年の12月31日までのキャンペーンの、まあ、今年いっぱいまでのキャンペーンとなっております。 で、このキャンペーンのポイントの内訳として、通常ポイントが1倍、プラス特典ポイントとして、ここに9倍が入ってくると。で、トータルで10倍ということになっております。で、流れは結構シンプルで簡単です。まずこのキャンペーンに参加するためには、先ほどお伝えしたように、エントリーから行ってください。で、お会計の際に先にですね、楽天のポイントカードをここで提示します。 出していただくポイントカードなんですけども、まあ楽天ポイントね、いろんなポイントカードがあるんですけども、その中でも楽天ペイアプリ内であったりとか、楽天ポイントカードのアプリであったりとか、プラスチックカードなど、特にしてはないので、もう楽天ポイント持ってたらそれを出してみれば OK です。 そして最後に楽天ペイで決済すると。そうすることによって、ポイントがこれで10倍もらうことができますよ、ということですねで。こちらのキャンペーンの対象加盟店なんですけども、ざっとこんな感じですね。まあ、よく見るお店ばっかりかなと思います。例えば、ファミリーマートであったりとか、ツルハードラック、ここからファインとか、スキヤとか、あと、吉野家とか、リンガーハットも使えますね。サンマルクカフェとか、あと、ビッグカメラとか、くら寿司とかも入ってますね。あと、他にもこちらのお店も対象となってます。まあ、書籍であれば、マルゼンとか、ジュンクデートとか、 ととかでですすすねねあと大丸もも含ままれててております、ね、福岡天神店って書いてるんですけどもで、残りの細かい情報なんですけども、こんな感じとなっております。まず、このキャンペーンの付与上限なんですけども、1000ポイントまでとなっております。次に付与されるポイントなんですけども、楽天の期間限定ポイントが付与されます。で、付与日に関しては、2021年の2月の28日頃までとなりますね。 で、このポイントをもらったら、その有効期限として、一応期間限定ポイントなので、2021年の4月の30日までの期間限定ポイントとなっております。でですね、今お伝えしたキャンペーンにプラスアルファでなんですけども、もしファミリーマートで利用する場合、 この二つのキャンペーンと組み合わせて使えば、まあ、さらに、ま、効率よくポイントが稼げるなというふうに思いまして、例えばこちらなんですけども、12月の2日からスタートにはなるんですが、D ポイント、楽天ポイント、T ポイントがエントリー必須なんですけども、水曜日と土曜日がポイントが2倍。 っていうキャンペーンがスタートするんですよね。もちろんこの3つのポイントのどれか集めてるのであれば、まあどちらかに特化してもいいんですけども、もし楽天ポイントを貯められてる方であれば、水曜日と土曜日を狙って、このポイント2倍を狙いに行くのもいいのかなというふうに思います。次、こちらのキャンペーンも12月からスタートするキャンペーンとなっておりまして、このキャンペーンなんですけども、ファミリーマートでポイントカードを提示して、 楽天ペイもしくは楽天エディもしくはファミペイで700円以上税込み700円以上決済したらこの抽選のキャンペーンに参加することができます例えば10万名様までであれば10ポイント1万名様には100ポイントそして100名様には1万ポイントという感じになってますんでもしファミリーマートでまとめてお買い物するとき七700円以上行きそうだなっていうときはこのキャンペーンと組み合わせてもいいのかなというふうに思いますなのでね一番の理想は水曜日かもしくは土曜日 を狙って、 税込み700円以上の決済をすることで、先ほどお伝えしたポイントの10倍プラスアルファ、この2つの特典も受けることができますよということになります。で、続きまして、キャンペーン2つ目の解説なんですけども、もう出てる通りですね、楽天ペイのコード QR 支払いで最大楽天ポイントが10%還元キャンペーンとなっております。ですけども、まずここを見ていただきたいんですが、対象店舗限定となっておりまして、しかも地域も決まってます。東京都、札幌市、仙台市、横浜市、川崎市、 崎市鎌倉市名古屋市 大阪市、神戸市、広島市、福岡市、那覇市の対象店舗限定となってますんで、まあ、このキャンペーンかなりね、場所が限られてはいるんですよね。まあ、僕はちょっとね、たまたま、この福岡市が入ってるんで、どこから知らのお店が多分対象になるのかなというふうに思うんですけども、一応この地域に住んでる方の対象店舗限定となってます。で、こちらのキャンペーンなんですけども、エントリーが必須となってまして、2020年の12月の1日からスタートして、12月31日までの限定のキャンペーンとなってます。で、この最大10% と還元の内訳もしっかりと出ておりまして、まずここですね。楽天ペイのコード qr 払いでいつでも最大1.5%還元ということで、こちらはね。現在も開催中のキャンペーンなんですけども、それに加えて、今回は8.5%がプラスアルファされるということになっております。まあ、支払い方法ね。結構色々あるんですけども。 一番高い方法で言うと、このチャージ払い、まあ、楽天キャッシュという支払い方法を使って、支払い元を楽天カードにしたら還元率が1.5%還元。これが最大の還元率となります。もしくは、楽天銀行、楽天ラクマを狙った場合は、還元率が1%。まあ、ですけども、結構この方法もありかなと思いまして、このポイント払いですね。ポイント払いの場合、1%分の還元を受けることができます。なので、 理想的な使い方で言うと、あの、楽天の期間限定ポイントの消化ですね。結構ですね、期間限定ポイントの消化って、まあ場所にはよるんですけども、使い道が困っちゃうとか、期限が近いっていうものがたまにあったりするので、その時にもし対象の地域で住んでる方であれば、こういった方法で払えば結構お得なのかなと思います。で、このキャンペーン自体は流れはめっちゃシンプルです。まず最初にエントリーを行って、これ2020年の12月の1日からエントリーができるようになってます。その後に楽天ペイで決済する。 だけとということで、すすね。ななののののででででで、楽天のポインントトカーードの提示とととかが特にないいエントリーして決済うことで大丈夫ですでちょっと気になるこの対象店舗を見つける方法なんですけども、こちら大きく分けて2つあります。まず1つ目は、その対象店舗にこの楽天ペのポスターが貼られてるみたいなので、もしこのポスターを見かけたら、あ、ここで決済できるんだな。まあ、ここの店舗が対象だなっていうふうにわかると思うんで、ぜひこちらを目印,目印にしてみてもいいのかなと思います。今日結構買いますね。で、で次に地図で確認 ということで対象店舗は地上にこちらのピンが立ちますということになってますですけどもこれ12月の1日から開始予定ということですので今探しても特に出てこないので気をつけてください念のためこの地図の使い方なんですけどもめちゃくちゃ簡単で便利ですまずは楽天ペイのアプリを開いていただきまして左上の3本線をタップしていただきますそうしていただくといろんなメニュー画面が出てくるのでこの使えるお店地図という項目があるのでここをタップしてくださいそうしましたらまあ僕は福岡県まあ福岡県 例えば博多駅の近くで、あればこんんなな風にいろお店の店の舗が出てきますずらーっとでそこに今回はここのピンが立つということになります。最大10%還元要エントリーという風に出てくるので、なのでまあ12月の1日の水曜日からこれが出るらしいので、もし参加される方、対象の地域に住んでいる方はこちらのピンをぜひチェックしてみてください。で、残りの細かいところですね。キャンペーンの冬定期に関しては500ポイントまで。 で、付与されるポイントは楽天の期間限定ポイント。で、付与日に関しては2021年の2月の末日頃までとなっております。そして有効期限に関しては2021年の3月31日ということですね。一応ですね、先ほどお伝えしたキャンペーンちょっとごっちゃになるとあれなんで、簡単に日付だけまとめております。まず先ほど最初にお伝えしたキャンペーンの楽天ペイと楽天ポイント10倍のキャンペーンなんですけども、本日動画を出しております。11月の27日からすでにスタートしておりまして、12月31日までの 今年いいっぱいまで、となっておりますで残りのキャンペーンなんですけども、これは12月からスタートするキャンペーンとなってます。対象地域限定の10%還元については、12月の1日から12月の31日まで。そして、ファミリーマート、あと楽天ペーナルの決済をすることで抽選に参加することができるキャンペーンなんですけども、これは12月の2日からスタートして、12月31日までの今年いっぱいのキャンペーンとなってます。そして、ファミリーマートの水曜日と土曜日、楽天ポイントとか D ポイント、T ポイント、 ポイントが2倍のキャンペーンなんですけどもこちらも12月の1日からスタートしてなんと結構キャンペーン長くてですね3月31日までの長いキャンペーンとなってますんでまあ、もしねこの期間の間にまあ、そんなこんなで今回は楽天ペイに関するキャンペーン情報2つについてお伝えをさせていただきましたまあ、楽天ペイに関してはねこのキャンペーン今上げてるもの以外も色々とキャンペーンが開催されてはいるのでまぜ、あ、ひですね普段から楽天ポイントとか貯められてる方は優先的に利用してみるのもいいのかなっていう風に 思いますまあ、僕自身ですね、ちょっとお恥ずかしながらですね、ちょっと前ぐらいから初めて楽天のお買い物マラソンですかね、あれに参加をさせていただいて、もうポイントが何十倍とか入ってきて、結構面白いようにポイントが溜まってくるので、あ、確かにこれは楽天経済圏ってハマるなっていうふうにもすごい実感したとこではあります。まあ、もし今後ね、ちょっと使い続けてみて、 あ、こんな風になってるんだなっていう風に、僕自身が理解してくれば、また改めてどこかのタイミングで動画にしようかなっていう風に思っております。で、まだですね、楽天ペイのアプリのインストールがまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておりますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。